15分です。限られた時間の中で多くの方からご質問にお答えするため、1人で何度も一度に質問することのないようにお願いいたします。ご質問は1人1問とし、また質問は簡潔にお願いいたします。ご自身の意見をおっしゃるのではなく、部会に対する質問のみを簡潔にお願いいたします。1巡目終了後、時間が許せれば2巡目での質問を受けたいと思います。またすでに出された質問と重複質問する言葉はお避けください。円滑な進行とにご理解とご協力をお願いいたします。なお質問される際には挙手をお願いいたします。私の方からお察し、係の者がマイクをお持ちしますので、所属とお名前をお話してから質問をお願いいたします。また円滑に記者会見を進行するため、司会が示した質問者以外の方につきましては発言を禁止させていただきますので、あらかじめご了解いただきます。それではまずはじめに鈴木部会長からご挨拶をお願いいたします。だいぶ時間も経ちましたので、今日まだ私たちの議論半ばだということをご承知の上で、次回もまたこの議論を進めていくという理解で今日の質問を受けていきたいと思います。それではご質問のある方は挙手をお願いいたします。すいません、地元市の福島民報の報道部の高森と申します。資料さんに関して、資料さんの甲状腺検査集計外傷例の調査結果の速報に関してちょっと聞きたい点があったんですが、この検討委員会で把握できなかった11人が出たことに対する評価、今回の部会での評価と受け止め、あとそれを受けて今後の子どもの甲状腺がんと事故の因果関係に関しての検討とか調査にどう反映していくか等をお聞かせください。はい、前の議論からずっと続いている話ですが、この健康調査の中だけでは全数把握は無理だというのは私たち認識しております。で、いかに全数把握に近いことをやっていくのかということで、がん登録を今後どういうふうに組み合わせていくかという議論をしているかと思います。だから、基本的にはそういう立場です。で、県立医大で臨床の方として診療として登録されたものもそのうちがん登録に入っていくわけですので、そういう意味でがん登録とこの県民健康調査の中で把握されたものとの付き合わせというものを丁寧にやっていく、あるいは将来は全国がん登録をどううまく使えるかということに関してはまだまだ検討事項があるんですが、そういうものを通じて全数把握をしていくということが重要だろうと思います。で、放射線との因果関係という意味では前から議論してますが、やはり線量、甲状腺の線量をある程度付与した形での比較検討、これは地域対象研究というよりはケース症例対象研究、あるいは症例コホート研究といったような違う研究デザインを考えていかないと、リゾルーションは上がってこないんではないかというのが私たちが前々回から議論しているところかと思います。ご質問の方お願いいたします。LCM プレスのおしどりです。よろしくお願いします。吉田先生にお伺いしたいのですが、3病院での、症例報告のご説明ありがとうございました。で、最後 の各委員がご意見をおっしゃるときに、吉田先生ご自身のご意見というのは部会の中で今日おっしゃっておられませんように感じましたので、吉田先生の、ご意見を伺えればと思います。よろしくお願いします。高野委員、祖父委員の提案に対してですね、同意書にですね、メリット、デメリットを加えるという点については賛成しております。ただ、中に出てきた下線部の2、3といった部分についてはですね、あまりにもちょっと意見が偏ってるんじゃないかなというような印象を受けました。
それでやはり先ほどもちょっと隣にいらっしゃる側衛委員が言いましたけど、小児の場合見つかってあまり早く見つけても意味がないんじゃないかというようなことをおっしゃりましたけど、やはりその死亡という点をエンドポイントに持っていったときはそういうことを言えるかもしれないんですけど、非常に小児の甲状腺が早いですので、早く治療してあげればそれだけ再発も少なくなるという人はかなりいるんじゃないかというような印象を持っております。他にご質問の方お願いいたします。共同通信の森谷と言います。鈴木部会長にちょっとお伺いしたいんですけれども、メリットデメリットの話で、最終的にはこの部会での議論を、親の方のですね、委員会の方に報告する形になると思いますけれども、この議論を続けて、まだ今日も、途中だというのは順次承知しているんですけれども、こう いつ頃までにですね、もう大体その議論を取りまとめてい、く形になるのか、来年のように入ればまたこのままいけば何十目という形で続いてくるんだと思うんですけれども、今の議論のメリットデメリットの着地点というのをいつ頃親の方に報告するような見通しを持っていらっしゃるのか、私は伺いたいですけど、メリットデメリットを羅列すること自身はあと1回ぐらいやれば終わるんじゃないかと思うんです。で、それを総合的に判断してそこの中でどういう文章を構成にしていってっていうような具体的な案の作りっていうと、次回は多分間に合わないとは思ってるんですが、そんなに繰り返しやっててもどっちが正しいというような結論がつく問題ではないと思います。あくまでこういうメリットもあるしデメリットもあるよという可能性を受診する人たちに示すというところが一番のポイントだと思ってますんで、議論としてはそんなには続かないと思ってます。ご質問のある方お願いいたします。すいません、中日新聞の榊原と申しますけども、メリットデメリットの議論の中で、ちょっとお伺いさせていただきたいんですけれども、もともとこういった健康調査っていうのは地域の防災計画やなんかの中で補償の観点から健康調査をすべきではない、すべきだというような位置づけもされていると思うんですけども、例えばこれ検査を受けるメリットだとかデメリットという点と補償を絡めて議論をしていく、例えば受診をしなかった方が補償を受けられるのかどうかだとか、受診率が著しく下がってしまったときに補償を求められるのかどうかっていう点についてはこれから議論されていくんでしょうか。検診を受けるメリットの中にそういう補償の問題を加えるかどうかという、質問かと思います。現在補償というような意味では診断を甲状腺がんの診断を受けたときにどういう保障体制があるかというのをちょっとまず私自身もう一度県の方に確認しておきたいんですが、現在何らかの形で申請した場合は補助があるんじゃないかと私は少し理解してました。ちょっと確認をお願いします。県民健康調査課長の鈴木でございます。甲状腺検査サポート事業というのがございまして、現在のところ一次検査二次検査を受診された方でその後治療に移った方につきましては、自己負担分についての治療費について県が治療費について支給するというかいうことになっております。なお公的負担子ども福島県の場合子ども医療費、それから避難区域の方々については公費負担、全額公費負担ということになっておりますので、このサポート事業の対象外ということになっております。今の質問が検診を受けてなくて甲状腺がんと診断された場合にそれに対するサポートが
ないというのが逆にインセンティブになるんじゃないかという逆の言い方ですよ。っていうか、ちょっと今の、県の方からお答えいただいたのとはまた別に、例えばいろいろな ADR だとか今起こされている訴訟だとかを見ると、被爆の慰謝料っていうことを求めておられる方もいらっしゃいますよね。そうすると医療でかかったお金っていうもの以外で、その被爆して発症してしまった時にまた別の保障をしていただきたいという方もいらっしゃるのかなと思うんですよね。でそれが、検査を受けてない方がそういった保障を受けるだとか、そもそも県民健康調査のを受ける方がゼロになってしまうと因果関係の証明自体が難しくなってしまうんで、そういった観点からその被災された方の保障ができるような体制を整える上で、検査を受ける受けないっていうのをどう考えるべきなのかっていう視点も大切なんじゃないのかなと思ったんですけれども。はい、ご意見は伺っておきます。これは私たちの部会意見というかご議論されるかどうかというところを聞ければと思ったんで、少なくとも甲状腺部会の所掌業務からは外れる議案だと思いますので、親委員会の方でそういう議論をするかどうかということになるのではないでしょうか。こちらで議論されるのはその医療の側面としてその検査する意味があるかどうかというものを議論するというふうに捉えたらよろしいでしょうか。はい、分かりました。次の質問ある方お願いいたします。雑誌科学の田中です。高野先生にご質問します。今日の資料の 4-1の2のページ、根拠となるエビデンスのところのご説明でですね、その根拠となるエビデンスの下から3行目、4行目あたりの時を説明されるときですね、成人の甲状腺がんと比較してもさらに良好であり、長期経過を観察したデータでもがん死する症例は 1-2% とまれであるというところを証明お話になったときにですね、ほぼ一生涯というふうにおっしゃったんですけど、そういうエビデンスというのはあるんですか。いくつかの施設でかなり長期、経過観察したところありまして、基本的には小児の甲状腺がんというのは発症初期の数年で亡くなる方が何人かおられる、それからかなり何十年か経ってやっぱりポンと亡くなる方がおられる、その中間がほとんど死亡されないという状況になってますので、数はいずれも少ないんですけども、どの施設でもほぼ同じような傾向になっていると思います。ほぼ一生涯というエビデンスがあるかどうかというのが質問なんですけど、あるってお答えになるんですね。 あります。はい、ここで今回資料についた吉田先生からご紹介いただいた論文でここで引用されている伊藤ほかのエンドクリオロジカルジャーナルの論文ではですね、追跡期間は一生涯とは言えませんけれども、はい、これ以外に何かあるんですね。その後症例が少ないということなんです。具体的に教えてほしいんですけれども、そのいい加減な話では困るので、一生涯やっておっしゃったるんであればね、一生涯追跡されたデータを示すべきではないんでしょうか。症例数が少ないのでという前提はちょっと申し上げないといけないと思います。だから具体的にどの文献かって教えてください。そこに挙げた文献とあといくつかありますけれども、これは違うっていうことを言ってます。ある程度の症例は非常に長期間見てます。非常に長期間って十数年では一生涯言えないじゃないですか。ただ発症がですね、10代20代ですので、そこから30年程度のデータはあると思いますので、そこまでは追いかけられていると思います。それが一生涯なんですね、先生にとっては。そういうのはいい加減っていうんじゃないでしょうか。そういういい加減な話ねしてもらって困ると思うんですよ。ちゃんと論文示してください。質問は簡潔にお願いいたします。はい、あともう一つお願いします。続いて次の節でですね、4-2から4-3にかけてのところですけれども、ここでは事故後3年間に受診した30万人においてうんぬんというところでですね、アンスケアと IAEA の報告書と、それから学術会議の臨床医学委員会放射線防護リスクマネジメント分科会報告書が挙げられています。いずれもこれらはですね、あと県の中間取りまとめも挙げられています。
いずれもこれらは事故後3年間ですか、先行検査の部分についてのみの研究ですよね。で、先生方は今ですね、本格検査も含めて議論されようとしているわけじゃないですか。で、本格検査のデータをこれからするしようというのにですね、先行検査のデータだけについてこういうことを言うっていうのはちょっとおかしい、うん、キーではないですか。今のところ中間取りまとめ以降のデータのまとめがないので、患者さんに提示するデータとしてはそれ以降のものは出せないということだと思います。出せないことないんじゃないですか。だってちゃんと報告、本格検査の証拠数は出てるんですから、それは説明しないといけないんじゃないですか。ま、取りまとめとして出てない状態ではまだ患者さんに患者さん対象者として出すというわけにはいかないと思います。次に質問。毎日新聞の高木と申します。お世話になります。最初に確認しますけれども、志村先生に伺いたいことがあるのですが、質問できますか。おいでですか。最初にご説明しました通り、部会員の方についての、いや、あ、分かりました。なければしょうがないんだけど、今日の資料とかあるいはその会議での発言について知りたいことがあるものですから、できれば質問させていただきたいんですけれども、相手の方がいらっしゃいませんので。あ、そもそもおいでじゃない。あ、それは分かりました。結構です。そしたらですね、分かりました。祖父江先生に伺いたいと思います。祖父江先生と、それから高野先生で、お二人で書かれた資料を読んでおいて、今その前の質問にもあったんですが、それのその4の3ページですね、その上から3行目、地域差や外部線量の違いによる差はなく、あるいはその下の調査結果をその学術会議の報告書に基づいて説明というようなところがあります。で、今も指摘がありましたが、これはあくまで先行検査だけの結果なんですね。で、本格検査については今その地域差と、今さっきも会議で一生懸命議論をされて、ここのデータが足りないのではないか、分析という話をされたと思って、で、そうであればその話をしないと、つまり先行検査では地域差なかったよと書いて、本格検査では分かりませんとちゃんと書けばそれでフェアかと思いますが、そこが抜けているのがちょっと不思議に思うんですが、これはどうしてこういう記述になるのでしょう。もしつけるとすれば今検討中ですということでしょうね。で、それはあえてこれだけ書いたって何かご意図がありますか。あるいは付け加えた方がベターだと先生思われますか。今、検討して、ある程度の結論が出ているところの記述をしているということですね。いや、つまり分かんないことは分かんないって言ってもらえないと判断が難しいというところがありまして、特にその今志村先生に伺いたかったのはですね、バックグラウンドにいろいろ要因はあるけれども大きな影響するものはないと思っていると志村先生おっしゃったんですね。そうすると、じゃあ一体何が要因で地域差が出ているように見えるのか。これは別に私に限らず、データ見てる方はみんな不思議に思ってらっしゃると思うんですが、でそれが分からないのであれば分からないとちゃんと言わないと、それはさすがにちょっと、後で話が違うよ、あの時検討してたのって、去年のそのところと違うのってさらやになったら言われるとか、そういうんじゃ困るだろうと。で、どうしてこんな書き方になるんだろうというご質問です。私自身もですね、きちんとデータ解析したものを検討したいと思っていますが、その提示が今のところできていないといいますか、材料がないので検討中である。それしか書けないですね。あ、分かりました。検討データあるところは書いた方がいいと思われますか。それは受け取る側のですね、情報としてプラスになるんであれば書いた方がいいと思いますけども、そこのあたり、一応記述はしてますけどもですね、本当にこれで理解していただけるかどうかというところもきちんと確認をするわけにはいかないかもしれません。それは検討すべきであって、まずは正しいといいますか、正確な情報をお伝えするという中身を決定するのとともに、きちんと伝えられているかどうかということをきちんと、それを何か研究なりですね、一部の方々を集めて検証するとか、そういうことは必要だと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、次の質問の方お願いいたします。朝日新聞の久村と申します。今日も集計外の
方の11人という数字の発表がありました。一方で先日ちょっとどなたにお尋ねしたらいいかわからないんですけども、一方で先日、県の支援の、事業の中で、これまた集計外に5人っていう数字があったんですけれども、この5人っていうのはその11人の中に含まれているんでしょうか。結局県が把握されておられる、事故後の対象者の甲状腺がんの症例数ってのはいくつになるんでしょうか。資料3については医大の横谷先生の研究の速報でございます、調査の速報でございます。私どもの方は、申請者からいただいている診療情報でございますので、そことの突合というのは今できないというふうに考えております。わからないししませんということですか。目的が違いますね、しないということでございます。先ほど全体像を把握することは必要で、そのがん登録なんかが期待されるっていうお話があったと思うんですけども、せっかくあるのでなさったらいいんじゃないかと素朴に思うんですけれども、ご意見についてはいただいた上で、県の方で検討させていただきたいというふうに考えております。次の質問の方お願いいたします。すいません、フリーランスの機能ですけれども、先ほどから先行検査のところだけを、抜き出してその影響があるないというような話を含めての話があるんですけれども、これ先行検査の時に前に甲状評価部会でやられていた津金先生がやられていた有病者推計みたいなものは、これは本格検査になってから20名30名以降のものというのはやらないのでしょうかというのが、ちょっとこれ最初のところで、やっていて、そこで多発という話が出て、中間トリマトリメにも多発はしているというような書き方があったので、であればその後のものも含めて同じような推計をやればもう少し議論が進むのかなと思うんですが、これはされないのでしょうか。なぜしないとしたらなぜしないのか。片方ですね。片方ですね。では片方です。おそらく、前回の菅根部会員が出された資料は私も著者として参加したものだと思います。で、ただ分析は本当に記述的というか、そもそも検査がなかった時のその罹患率をベースにして、でその今回発見された数がそれに対して何倍だっていうような、そういう推計をしたものですので、何らその要因について分析をしたものじゃないんですね。で、あれをその、今回本格検査で発見されたものについて繰り返しやったところで、それがその放射線の影響によるものなのか、検査自体によるものなのかっていう結論が出ないようなスタディのデザインなんです。で、そういう意味では私も繰り返しこの部会で発言してますけど、やっぱ線量と比較する、先ほど部会長から話があった通りで、その個人単位で線量を使って、で未受診者についてもがんの発生を把握した上で検討しないと、その新たな知見というのは出てこないと考えています。時間が近づいてきましたので、他の質問に移らせていただきたいと思います。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。愛女の新聞の池田と言います。高野先生にお尋ねしたいんですけれども、インフォームドコンセントの問題点というところで、A の1ではですね、個人の健康上の利益があるように誤解されるというふうに、記載されていますが、やはり初に甲状腺がんの場合は早期発見、早期治療というのは転移しやすいとか浸潤が多いという意味で有効なんではないかと思うんですが、その一方でですね、デメリットで一番強調されていたのが
社会的な不利益ですよね、A4 の5に載っていますがん患者とみなされることによる不利益の説明というところを書かれていましたが、ここの部分はあまり科学的な内容ではなくてむしろ倫理とかそういった部分ですが、そこまでこの甲状腺の部会で、論議される問題なんでしょうか。科学として正しいデータを扱うためにやはり倫理的に正しいデータ正しいやり方で取れたデータというのを確保しないといけないということなので、そもそもこの部会で甲状腺がんに関するデータを取り扱うためには倫理的な正当性というのは どこかで担保されるべきだと思います。はい、他に質問のある方お願いいたします。NHK の藤川と申します。すいません、2点あります。まず鈴木先生にですね、骨資料の中の参考資料で先行検査で、B 判定で、その後の本格検査で A 判定というふうになっている方、まあ、縮小したとかですね、小さくなったって見られている人の中に実はその間に手術を受けられてその後も県民健康調査を受けて A 判定を受けられているような方が混ざっているようなんですが、そういった事実っていうのは確認されてますでしょうか。いえ、確認はしてません。それはまあ、県立医大の方でもう一回ちょっとチェックしてもらいます。よろしくお願いします。でもう一点がですね、すいません、高野先生の方から手術によるデメリットとして反回神経し続けることが傷つけることがあるというデメリットとして挙げられたんですけども、逆に早期発見早期治療でですね、がんの位置にもよると思うんですが、小さなうちに手術すれば反回神経を傷つける可能性は低く、大きく転移したり出順したりしてから手術すれば反回神経を傷つける可能性が高くなるというのが外科医の一般的な理解だと思うんですが、そんなことはないんでしょうか。それが非常に重要な点でして、そういうエビデンスがあるんでしたらそこは問題ないと思います。ただ現実問題として、例えば今回の福島の症例でも超音波で早期診断されたはずなのに9割型甲状腺の外に浸潤しているという事実があります。ですから必ずしも超音波による早期診断が早期発見のメリットにつながってないという可能性が高いと思うんです。それはサイズとかですね、発見してから手術までの期間をちゃんと見ないと何も言えないと思うんですけど、そこら辺きちんと議論していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。その辺のエビデンスのをちゃんと見ることが大事だと思います。よろしくお願いします。はい、次の質問の方お願いいたします。科学ジャーナリストの林と申します。お疲れ様です。吉田部会員の説明を受けて、部会長、石鹸部会長の方から、部会長として結論を言うわけにはいかないけれどもという前置きをした上で、海外の文献だけを真に受けると間違いになるというある種の結論が述べられたかのように私受け止めたんですけども、それに対して、高野委員祖父江、高野部会員祖父江部会員の方からその吉田部会員が出したことに対してですね、現段階で反論があるのかどうか、今後どんな反論の見通しがあるのか伺いたいと思います。した通りのことですけれども、それをやり取りの中でどっかにコンセンサスを求めていくということだと思いますけど、ね。はい、次の質問ある方お願いいたします。私の方としてもこれから部会の中でまた意見を申し上げてきます。はい、次他に、時間過ぎてますので質問ある方簡潔にお願いいたします。すいません、共同通信の広江といいます。部会長にお願いしたいんですけど、同意書の変更について今議論されていると思いますけど、これは検査方法の縮小であるとか変更であるとかそういったことを促すような話になるとお考えでしょうか。
私自身はそういうふうにはならないようにと願ってます。ただインフォームドコンセントとしてきっちり書いて情報を与えて、その上で判断してもらうという、そのスタンスをきっちりしておきたいということです。で、結果として受診率が下がるのか、あるいは時間が経ってだん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 受診率が下がってきているトレンドがそのまま進行するのか、それは分かりません。どうなるかは。ただそのために私たちはいずれ今高校卒業の後の受診率っていうのは非常にガタ下がりになってきてますんで、症例把握の方法っていうものを今まで の検診というものだけに頼らない形での症例把握の仕組みっていうのを同時に進めていかないとしょうがないんだろうと思ってます。インフォームドコンセントを変えると受診率が悪くなるんではないかというふうな議論で、インフォームドコンセントの議論をシャットアウトするっていうことは部会長としてはやりたくない。予定した時間を超過しておりますので、次の質問を最後にさせていただきたいと思います。すでに延長しておりますので、次の質問を最後にさせていただきたいと思います。アワープラネット TV の白石と申します。今日鈴木部会長がですね、再発について言及されて、そういうものも一つ重要な指標ではないかというふうにお示しされたんですけれども、今回手術症例などが出てくるのかなと思ったら、出てこなかったんですが、いわゆる手術症例が、医大から発表されてもうだいぶ経って古い症例しか出てないんですけれども、そういった症例に加えて、例えば再発あるいはこの検討委員会などでは報告されてないその後の再発あるいはその転移について、こちらの方の部会からですね、依頼の方に求めていくようなことは今後検討されますでしょうか。はい、それはもし出して依頼の方で個人情報かなり含まれてくるんで、どの程度公表してくれるかっていうのは分かりませんが、一番今の検査体制での手術がいいかどうかっていうのは、医大で手術した方たち のその後の再発率とか、そういう実際 の患者さんの予後に関するデータなんだろうと思うんです。ただまだね、それを判断するためには5年も経ってないんで、そういう意味でもうちょっと時間がかかるのかなとは思いますが、非常に重要なポイントで、また今のこういう今のような検査の本当の意味でのメリットデメリットっていうのが科学的に議論できるのは、そういうデータが揃ってきたとき、真に完成するんだろうと思います。はい、事前に申し上げました終了時刻すでに超過しておりますので、本日の評価部会後の記者会見を終了させていただきます。それでは皆様、本日の日程はすべて終了いたしました。ご協力ありがとうございました。はい、本日の甲状腺検査評価部会の日程はすべて終了いたしました。部会員の皆様におかれましては、送迎用のお車をですね、入り口に手配しておりますので、そちらの方にご乗車いただきますようお願いします。送迎車までのご案内は係員の方が今ご案内いたしますのでお願いいたします。これから会場の片付けの作業に入りますので、恐れ入りますが、速やかに、忘れ物のないように、退席の方の準備の方をいただきますようお願いします。